カイコ影神社は、茨城県筑波市神宮にある神社。正式表記は、三影神社。通称はカイコ影山神社。全国にある、カイコ影神社の総本社。古名はカイコ影山総林寺、カイコ影明神など。近代社格制度に基づく、旧社格は孫社。カイコ影神社の石段筑波山地の不動峠から、滝山にかけての山腹北側に鎮座する。 山寮を挟んで南側には、平沢館外遺跡や中台遺跡といった遺構が分布している。入り口は、筑波山神社の表参道であった筑波道から、上群館地区に分岐する道の突き当たりにあり、車限までは長い石段が続く。日本全国で養蚕が盛んだった、明治、大正時代には多くの参拝客で賑わっていたが、 2017年現在は、参拝者の姿は稀で、石段は所々崩れかけ、草木が侵入している。神社がある山を俗に小貝山、小海山、上神、郡山などという。海古影山は、寺院時代の三号である。筑波国像が、宗師に関わることから、古来筑波山神社とも縁が深い。筑波山神社のご座会祭りを構成する祭祀に、 神衣祭と信仰祭とがあり、いずれも神医を祭記としているが、カイコカゲ神社は神医を覆るための養蚕、静止、旗織の技術伝来の地として養蚕の神を祀っている。名物はカイコカゲ洋館。入り口に茶屋、春木屋があり、当社のご符を受けられる。創建は諸説ある。筑波国造の創始とする説が多い。 当時、茨城県一帯は、養蚕業が盛んで、境内案内版にもある通り、養蚕にまつわる地名や神社が多数残っている。河川には、絹川、古海川、糸栗川などがある。日立市川尻町の海古養神社、上須市氷川の海古霊神社には、海古影神社と同様、養蚕伝来に関する伝承が伝わっている。また、結城市、小森の大桑神社は、 東国に養蚕を伝来した、淡いんべしによる創始と伝えられる。カイコ影山総林寺は、その金色姫伝説に基づき、当地を日本養蚕技術伝来の地とし、金色姫の衰弱たるカイコ、影山を本尊とする、カイコ影山信仰の総本山だった。世界大百科辞典に、全国各地にあるカイコ影山信仰は、 茨城県の海古影山神社の信仰がルーフしたもので、この神社の演技として、洋産及び海古神の起源を説く金色姫の物語が中世末から近世にかけて語られていた。おとぎ造し、海古ともその一つであるとある。海古影山信仰は、中世末期から洋産業が日本の基幹産業であった昭和中期まで長く現役性を保った。 筑波ば軍案内機に、養産家の数ケースこぶる厚く、遠近より参拝する者極めて王子とある。しかし、王子の信仰は、養産業の急速な衰退と共にした。境内には、壮麗な社殿に対して、急速な衰退の痕跡といえる、茶店、休憩所の廃墟が今も残る。天竺に舞台が及ぶ壮大な伝説で、日本一社海古影神社御神徳記のほか、 上垣四国が今日は2年に表した養蚕広く伊藤智夫の絹一物と人間の文化史等の養蚕書に紹介がある。外力2009年6月6日公開の映画釜の油のつくば市におけるロケーション撮影は主に海イ影神社で行われた。ありがとうございます。